こんにちは、っかじ塾の久保です、まあ。FX でトレード中の皆様にね、最近ス,ペスキャルピングという言葉があ、私の動画の中にもちらほらと聞こえてきてるんではないかろうかと思います。あの、舞姫大学のナミさんが、スキャルピングについてね、いろいろと動画を投稿してくださってますんで、そちらを引用することが多いわけなんですけども、ここでですね、スキャルピングの他にも、いくつか FX にはトレード方法がありまして、大きく分けて4つあるんですね。 こちらの方を紹介したいと思いますので、ちょっとだけお時間いただきますね。え、それでは、まず、1点目なんですけども、スキャルピングっていうのがありますよね。これはね、1回の取引時間が数秒から数分と非常に短い時間でできるんですよ。で、取引回数が1日に数十回から数百回というね、ものすごい回数になってきます。で、利幅は1回あたり1ピップスとか、それから良くて10ピップスぐらいなんで、 えー、まあ利益としてはね、小さいんですけども、為替リスク、こちらの方が最小限に抑えられるのがメリットかと思います。はい、で、次にですね、私がやってるのが、デイトレードってやつですよね。1日のうちにエントリーから決済まで終わらせるというやつで、酔い越しのポジションを持たないとも言われます。これはですね、数分から数時間で1回の取引を行うものであって、取引回数が1日に、まあ、本当数回ですよね。うん、で、リハバっていうのがね、 10ピップスから100ピップスぐらいが目星になってます。私の場合はやっぱり30ピップスぐらいは狙えないとエントリーしないような感じになってますけども、まあ、例外的に前回みたいにね、1日でね、もう1000ピップス単位の方が出ちゃうみたいなこともありましたけども、あれはまあ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 、本当に珍しいことでございます。通常はですね、70ピップスぐらいを目標にやってるかなってことこですよね。うん で、100ピップスってのは、まあ、出来すぎという形で、10万超えちゃいますんで、私の場合はそういうふうに考えています。で、為替リスクの、うん、影響も受けにくいんで、まあまあ私はね、うん、第一歩として FX やるんだったら、デイトレードがいいのかなと思ってますけどね。はい。次です。スイングトレードってのがあります。え、1一回の取引時間っていうのは、数日から数週間に及びます。え、これ以前私しましたよね。 えっと、114円あたりから120円を目指すときに、えー、大型のポジションを取って120円で決済すると。で、結局、119円でその時は決済したわけですけども、あれがスイングトレードです。えっ、ー、と、数週間に1回という取引回数になりますので、ポジションを複数持つようになるのが特徴ですね。で、利幅がでかいんですよ。やっぱり。前回も私、これ取りましたけども、500ピップスから1500ピップスを狙っていくわけなんで、 カワセリスクにさらされるところはあるんですけども、もうスイングトレードはね、やっぱ酔い越しのポジションを持つ度胸がついたらやってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。そして長期トレードになります。四つ目は長期トレード。これはね、根性いりますよ。数週間から数ヶ月でポジションを維持するわけですから、あの、数ヶ月に一回、年に数回しかできません。これはね、私は未経験ですね。利幅は、それに比べると、そんなに大きくないんですよ。やっぱりね、カワセって帰ってくるんでね、 今、125円つけましたけども、またね、121円ぐらいになったでしょ。だからあんまりにも長期すると、また戻ってきちゃって結局一緒みたいなことになりますんで、やっぱ美味しいタイミングで決済したいんですよね。それに比べて、為替リスクは大きく <laughs>、付随してきますんで、私はやっぱりデイトレードやスイングトレードが一番、なかなかね、あの、機会としてはいいのかなと思いますけどね。 はいということでね、今回もナミさんからちょっと動画が送られてきてますんで、そちらの概要欄からご覧ください。ありがとうございました。ご覧の放送は広島観光の提供でお送りしました。